と思うんだ。思うね。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はお菓子のコーナーよりお届けいたしますよ。お菓子ってね、もう楽しいっていうかね、美味しいじゃないですか。ね、お菓子売り場見てるとなんかウキウキワクワクしませんか。ね、新しいものが出てたらね、もう特にウキウキするんですよね。ってことで、本日はですね、私ちょっと面白いものを見つけましたんです。じゃあご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品は、ウーハー味覚糖のプッチョボールです。あのプッチョがね、ボールになったんですよね。なんか面白いなと思ってつい買っちゃいました。超炭酸って書いてあるんですよね。なんで口の中がシュワシュワするのかなって感じでね、もうねこれは買わなきゃいけないなと思ってつい買っちゃいました。それではね、ちょっと試してみようと思います。こちら味はですね、コーラとソーダとメロンソーダとピーチソーダの4種類入ってるそうです。こちら緑なんでね、メロンソーダかな。いただきます。これね、キャンディーなんでね、やっぱり硬いんですよね。でね、舐めてるとね、これがシュワシュワシュワってしてくるんですよね。で、この飴を噛んじゃうとね、余計シュワーってしてね、これ面白いですね。また中にはね、ハードキャンディーが入っていますので、これもいいですね。これほんと飴噛んで割っちゃうとね、かなりシュワシュワってきますね。面白いですよ。ということで、味覚糖のプッチョボール、ぜひですね、お試しいただければと思います。もう超炭酸ってありません。口の中がシュワシュワシュワーってして、いいですよ。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。これね、最初ね、噛んじゃったんですよね。キャンディーってあるのに噛んじゃったんですよね。そしたらね、もうほんと口の中シュワーってしてね、もうほんと炭酸だなーって感じでね、面白いんでね、ぜひ試してみていただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、だんだんなー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。